秋田県立横手清志学院中学校高等学校は秋田県横手市大沢あざ前田にある県立中高一貫校略称は清志工業高等学校では日本で唯一中高一貫教育を行う学校である2010年4月から2015年までも5年間の期間に文部科学省からスーパーサイエンスハイスクール SSH に指定されていた 国外の姉妹校との国際交流や海外への修学旅行を実施している。高校では韓国語の学習も行っている。普通科は高校2年生から国際人文コース、サイエンスコースの2つのコースに分かれる。国際人文コースは文系のコースで国語や地歴公民に重点を置いた学習をする。韓国語の授業も開講されている。サイエンスコースは 理系のコースで数学や理科に重点を置いた学習をする。特設科目として数学特論が開講されている。総合技術科は高校2年生からシステム工学類、情報工学類、環境工学類の3つの類型に分かれ専門的な内容を学んでいく。システム工学類は一般的な機械科であり、旋盤、溶接、材料試験などの実習を行っている。 情報工学類は一般的な電気科であり、プログラミングハードウェア、電気基礎などの強化を学習する。環境工学類は一般的な建築、土木科であり、測量、木材加工、建築等の実習を行っている。さらに普通科2年次の探究、総合技術科3年時の課題研究では自分が興味のあるテーマについて研究活動をすることができる。 ありがとうございます。